久保さん猪木さん、亡くなっちゃったみたいですね。いや猪木さんの最後のを見ましたよ。なんかね、なんか、数えてると。天井を見てなんか数えてるんだ。なんか喋る練習をしてるんだ。な,なんか、なんか、そんなこと言ってたんですけど。あんだけ強かった猪木さんがね、亡くなるもんですよね。今回は、橋本、橋本さんです。破壊王、橋本真也。この橋本真也さんはね、 猪木に憧れてプロレスにこう入っていくわけなんですけど橋本さんも40歳で亡くなっちゃってまあ僕もね当時プロレス橋本さんすげえ深夜見てましたね破壊王みたいな中学校の時だったかなうんあの雲真っ赤なんかすごいわすごい若く死んじゃったんですけどうんまあ橋本さんのね言葉破壊なく風呂がたけました 広かったけた破壊なくして想像はなし悪しき古きが滅ばせぬば誕生もなし時代,の幕開く時代を開く勇者にたれ破壊なくして想像はなし悪しき古きが滅ばせぬば誕生もなし時代を幕開く勇者にたれ いやこのねなんだろうなこの言葉の中に「悪しき古き滅ばすねれば誕生なしと」とまあそのいろんな人生の中でねあの闇っていうのはあると思います。久保さんで言うならばマージャン店で赤字を垂れ流してきた。 闇っていうね経営者なんだけど経営できてないっていうね <laughs> 僕もあの社長やってるんだけど売り上げが作れない時期があって借金背負うっていうね闇があってねでしかもそれを言えなかったですよねずっとうんお客さんに吉田さんどれぐらい持ってんすかみたいなね休憩中ね言われてちょっと借金あんだけどなみたいな ご想像にお任せします。はったりですね。はったりというかね。想像にお任せします。<laughs> そ<う>いや、実は借金あるんですよって言,わ、ね、言えないですよね。<laughs> セミナー中に <laughs> <laughs>、うん。まあでもね、まあそれを払拭できたかなと、今は。うん久保さんも過去のその。う ね、マージャン店の闇があるからこそ今があるんじゃないかなと思いま、ね、うんういで,、ねまあ、いですよねうんそういやでもねまあ意味深いっすよねこの「ビヨンド」シリーズアントニオ猪木さんから始まりましたから <laughs> アントニオ猪木さんで始まってるんでね亡くなっちゃったあと、うん、まあ久保さんと僕はね今日も生きてるので 続けるだけですけど <laughs>、うん、まあいろいろ破壊したいですね多くの人はやっぱ破壊できないんで自分の固定概念自分の価値観自分の殻にやっぱとどまってるだけですから少なくても猪木さんはうーん体力はもう昔のようになかったけれども常に自分と戦ってた自分をこう破壊してきたんじゃないかなと。 うんうまあ橋本さんもねすごい魅了しましたね橋本さんとあと小川さんか小川さんも見てたなうんう、まあ、結構ねこれはウィキペディアにも載ってるんですけど、まあ、橋本さんがこう亡くなった時に猪木さんがねなんか赤,赤のね タオルをこうタオルかなんかやってそれを物議をねなんか出たみたいな書いてあるんですけど多分猪木さんはそのなんだろうなうんお前はずっと燃えてたと死んでも燃えてるぞみたいななんか意味合いで多分その赤のねあのタオルというかそれをかけたんじゃないかなと思うんですけどお前よくあの 死ぬ時も赤かと、うん、死んだ原因も赤く、ね、こう染めてったっていうねなんかすごく深いなっていうのは感じますけどねでもその深さが分かんなければ、まあ、それはどうなのかっていうの、あのー、議論がね巻き起こるかもしれないですけど、まあ、深く読み取れるんだったらそういう読み取り方はできると思うんですけど。 いってらっしゃい